僕フォルテ。おはようございまっちょ、フォルテです。本日は前ねリストのパガニーニをあーってなったんですよね。この曲を、やりますと言った時にもう一曲なんか優しい曲皆様から募集しました。でたくさんの意見をいただきました。そしてフォルテ、その中から一曲選ばせていただきまっちょ。ドルルルッ、愛の夢、うん、ラブラブラブ、チュッチュッチュッ、ガキーンということで、本日は愛の夢を1時間で仕上げます。できるとこまで本気で頑張ります。早速譜読みをしていきたいなと思いまっちょ。まあおそらくこれは小学生の時に弾いたんですけど、全く記憶がございません。弾いたか弾いてないかも覚えてません。というわけでゼロです、ほぼ。よし、譜読み。というわけでね、あれから20分ほど経って譜読みが一通り終わりました。一応最後まで弾いたんですけど、途中ちょっとね軽く難しそうなところがあったので、それを、発表します。まあ難しそうなところは、こういうところが難しい。ところがね、難しいかなと思います。あとここら辺が何弾いてるか分からなくなります。なりかねないですね。もう一回いきましょうか。あれ、いけるじゃん、止まらない、止まらない。結構ね、ほんまこういうことになってしまいがちなんですけど、もうしまいがちとかだったら大変なことなんですけども、なりやすいところなのかなと思います。というわけでね、だいたい練習時間50分の成果をやっていきたいなと思いましょう。今回はね、携帯とか何も見ずに結構集中して本気でやりました。まあ僕の50分っていうのはね、もうほんまに一切休みない50分ですね。集中力がビビンですよ。シャキーンっていう感じで、ビビンシャキーンっていう感じなので、今から弾いていきたいなと、あ、シャキーンって思いまっちゃう。恥ずかしくなってきた。シャキーン、行きましょう。なんか笑いがなんか飛び出てきましたよ。はい、
ダーキーン。
シャキーンということで、ね、どんな感じでしたでしょうか。まあ1時間ではこんなもんですよ。というわけでね、まあこれをね、またさらに密に、濃くして練習してもっともっと上手になっていこうと思うんですけども、思ったよりも、手こずりませんでした。まあ次はね、音のクオリティをもっと上げて、もっとなんていうのね、目立たしたりとか、いい美しい音で弾きたいなとは思ってるんですけど、あとスピード上げていきたいなとは思ってるんですけども、まあやっぱりね、練習段階ではゆっくり、そして丁寧に練習が必要かなって改めて感じさせていただきまっちょということで、いつかというかね、まあ今年中または来年中にはね、このね、例えば僕が考えたプログラムがあるわけなんですよ。お眠りコンサートっていう、おしゃべりムキムキお眠りコンサートっていうのをいつかやりたいなと思ってて、っていうのも、優しい曲だけに特化して演奏会を開いて皆さんをお眠りにね、つかせたいなと思っております。もうこうみーんとか言ってからね、そしたら寝た瞬間僕もとかは革命とか弾かせて起こさせていただきますので、お眠りコンサートをいつかやりたいなと思ってるのでね、またね、優しい曲をもっともっとね、増やしていきたいなと思いまっちょ。まあこの曲はね、引き続き冬眠が終わったから、引き続きね、ゆっくり、またゆっくりというか、まあ時間がある時に1日ね、5分でも10分でも練習していくとね、多分すぐ弾けるようになるかなと思うので、さらに上手になっていきたいなと思いまっちょ。ここまで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。シャキ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 。グッドボスしてて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。